おっす。皆さんおはようございます。しんのすけの秘蔵っ子のみなひろです。さあ本日はですね、コンコルド浜松優等店様の方にお邪魔しております。ということで、しんさんの収録のカメラマンでは何度かお邪魔してるんですけれども、実際自分がここで打つの初めましてです。はい、ということで抽選人数が51名、はい、51名いらっしゃいまして、引いた番号が抽選人数が60人いらっしゃいまして、引いた番号が64番、オーバーキル、はい、もうまあ実際入ってるのは70人ぐらいだと思うんですけど、まあダメだったんで大特殊全部奪ってました。SAO 鏡番長ゼロということはそういうことですね。はい、ということで打っていきたいと思います。まあ今回も宝探しでスマスロホクト打っていきたいと思います。いつものやつ、コンコルド浜松優等店様での収録になります。マックスベッドを押すんだ。絶唱ドリーム。740ゲーム、天国中段チェリー当選。もう、はい、投資21本。やめましょう。はい、950ゲーム、天井60ゲーム以上ですね。おー、終わりですわ。はい、天井60ゲーム駆け抜け終わり。はい、天井です。投資52本、400ゲーム、たまに復活します。オイラ234枚。まあまあまあ、これからですよ。はい、あの254ゲームから打ち始めます。総投資、総投資65本、持ちメダル300枚。あのあまりのひどさに見かねた視聴者の方が、もう今日は帰るから打っていいよと、あの救いの手を差し伸べていただきました。しごろ角出てます。でピザが結構出てるみたいなんで、まあ5じゃないかという予想みたいですね。もうこれしかないです。残り時間、残り時間あと4時間、あと4時間で3000枚出せば、うん、あと4時間で3000枚出せば今日勝ちです。10時ちょい前ぐらいまで打てるんで、鏡今が17時50分まだいけますね。まだ慌てるような時間じゃない、まだいける。ダンス入れて乾燥すればトントンぐらいまでいけるんで、今のみなひろがダンス入れて完走できるのかっていう質問に対しては、ノーコメントでお願いします。いや無理やで、無理に決まってるやん。こんな何もできないようなボコボコにされてるような引きで、でもやるしかないんですよね。残された道はそれしかないんだ。ダンス入れて完走するしかない。勝つためには、でこの動画が成立するためにはここで勝つしかないんで、なんとかしてください。もうお前しか頼りじゃ、お前しか頼られへんねん。鏡、仕事の時間だ。頼む。お、青色の背景のものがあって、本前町確定じゃないですけど暑い。400のゾーンでボーナス。これで中段チェリーとか一回引いたことあるんですけど、まあないです。さあ赤だな。頼む。やろう、もうもう一個一個大事にいこう。はい、
さあ 10% こんなんで刺さるとは思ってないんで、なんならホット途中にもう一回カットに出す。最終ゲームで弱チェンジだね。おー KJT、 あの弱チェンジ取ってたらこのレバー叩いた瞬間に押し順ナビ出る可能性あります。あ、これ普通に天国の可能性高いやつですね。ボーダー終了後ベッド KJT で天国の期待大、外れることもあります。当たりそうですね。マダランリザイアで期待度 65%、 まあ、AT 通してる場合と AT 当選させてる場合と当選してない場合じゃおそらく違うモード移行をすると思われるんで、まあ、実戦上、まあ、その理由っていうのがあのボーナス中に青のアゾロでさせたら次回天国確定とかある時点でおそらくボーナス中の景気によって変わってくると思われるんですけど、まあまあいいっす、早めの当たりありがとうっていうだけでもうそれで感謝です。あの通常 A でゲーム数当選したとこれ天国飛んでそうですね、はい、アランから発展すれば、うん、まあ大丈夫です、はい、さあ400のゾーンで当たった後天国で21ゲームボーナス天国当選ですね。赤だな、中段チェリーじゃなかったけど7揃いでした。USA の2個 10% 通しましたね。助かる助かる、はい、持ちメダルです。変えた、全長ゲーム数1ゲームとか超絶レアなやつ選ばれてました。さあ40ゲームで終了です。やっとやれるわ AT、 極変化なし、チップあり、 OK、 ナイトクルーズ、これがエリートの激アツ。一応実戦上はこのナイトクルーズの転落率にショートとロングの2種類があるっていう感じですね。あの一応公表されてる数値は 20% なんですけど、圧倒的に転落しないナイトクルーズがあるんで、だからおそらくショートとロングがあるんじゃないかな。チャンス目、変われ、変わんない、やっと取った。やっとっていうかもう AT 入れたもん今日初めてやけど、カモンループ取りましたね。あの最後のロックかかってました、最後の払い出しが。ここで引いた可能性もあります。レア役引いてますね。ここで10ゲームってことはさっきのチャンス目のカモンループは終わってました。あのカモンループ中にレア役引いた場合は30ゲーム以上確定なんで、で今これディスク触って変わったんでカモンループ確定、弱チで取ってます、はい。始まった。おお始まったか。やっと始まったのか。
チャンスアップ。これはカモループ取ってます。厳しいね、さすがに十分です。残り172ゲーム。ちょっとだけ見えましたね、逆転への光が。全然足んないですけど。あー耐えたー。おーっおーっいやー待ってたよ、そのナビをさ、そのナビを待ってたよ。普通の AT 画面中のヘイナビ発生でカモンループ確定です。チャンス目、変わったね。はい、黄色から赤 50% 以上。はい、まだまだ終わらんぞ。 OK、 マジで終わりたくない。2ループ、2ループ、ま、許すゲーム数が復活して、とりあえず200のゾーンまでは届きますね。270ゲーム。さあおしまいですね。360ゲーム走りました。ようやった、上合わせだけで。はい、1070枚。問題はここで引き戻してちゃんと伸ばせるかどうかなんで。いやー耐えたー、あと2000枚。ハードル高すぎ問題。オッケー、コロコロ演出第一停止我慢してるんで、前兆かリプレイ。オッケー、第三停止でうわーっていきます。珍しい第三停止次回予告。はい、行き申しですね。だいたいなんかレバー音痴の予告音の時って、予告音の時ってワラロールがコロコロコロって通っていくんですけど、で強パターンってめっちゃでかいワラロールがあるんですよ、ドローンみたいな。それかなと思ったんですけど、普通に次回予告でした。ただまあ演出が発生した時に切り替わりが第一停止以外だと、まあその時点で熱いんで、今のは熱かったって感じですね。はい、114枚で終了ですね。はい、ジャッジ。いやー助かったー、あと2000枚、あと2000枚で逆転、遠い。あと4時間ですね。4時間もない、あと3時間ちょいです。おい、ラボさん6分の2で入ってます。ちなみに今日ラボースワン、これ5回目なんですけど、1回も成功してないんで。金や、助かる、青七、ありがとう。はい、青七です。弱地から青七とかいう普通を飛んでこない振り分けよ。はい、これは遠そう、これは遠そう、マジで。もう
かなもう牛になるぜこれほんまもう。ああ。マジであれなんですよね。最近投資しすぎなんですよ。分かってるんですよ原因。誰が何が悪いか。朝一から投資しすぎる要因は何なのか分かってるんですよ。北斗なんですよ。北斗。だいたい朝一天井行くんです。もしくはもうその直前ぐらい。でだいたい伸びないんです。100枚200枚で終わり。だからパッ収録で番長鏡取れなかったら最初に25本投資して100枚返ってきてからスタートみたいな。それが多分悪いんですよね。ここずっとなんだよほんまに。もうだから封印しようかなと思います。ちょっとしばらく朝一だけね。朝一の北斗ちょっとやめようかな。根拠もちょっと浅いんですよね実際。ここに、まあ、入るかもしれないみたいなふわっとした根拠なんで、もうちょっと明確にここは絶対入るみたいな強めの根拠を探してから座らないと、またこれからもお破天食らっての繰り返しなんで、ちょっとやめますしばらく。申し訳ない。スマスロ北斗ばっかり打ってるとマジで投資スピードが半端じゃないんで。はい、227ゲームライトショートでリプレイでロードバイクの演出なんで、まあ全長いってるでしょう。200のゾーンなんで、でもここで当たんないとまた A の闇のゾーンに行っちゃうんで困るんですよね。持ちメタル1000枚で逆転が少し見えてるんで、ここでハマられるととても困る。まあ、この台がもし推定5だとしたら、まあ、全然通常 A 選ぶんで、でなんなら通常 A からその天国に飛ぶみたいな挙動とかがあるんで、結果的に天国には飛ぶんですけど、やっぱ通常 A 選んでる間はどうしてもレア役頼りになるんで、まあハマりますよね。ストレート4000倍とかあるんで、ただやれたらまあ綺麗に出るんですよね設定後でも。だから荒れやすい設定後って感じではあるんですよスマスロ鏡。まあこの私だでしょ。ちょっと早めに当てよう。ちょっと早めに当てよう。当たりましたわ。いやマジであかんって、それはやっちゃいかんって。838ゲームはい、当たります。理由は35ゲーム以内に全長が始まってないからです。ぐ840ゲームまでに引いたレア役チャンス目1回と、まあ、トランク10回引いてるんですけど、チャンスは1回しか入ってないんで、もうそれだけ。それまで何もないっす。何もないっす。チャンス目1回とトランク10回でチャンスの1回終わり。それ当たるわけないよ当たるわけがない。持ちメダル全部なくなりました。せめて900ハマれよって言いたいですよ。一番やっちゃいけないやつ。天井の900超えずに恩恵受けずにボーナス40ゲームで終わるやつんで、こういう時に限ってチャンス目引く。実戦上 10% で青7への昇格です。はい、864ゲームいやー申し訳ないけどテンションを上げれないですね。もう申し訳ないけど
申し訳ないですけどテンション上げれないですよ。耐え、まだいける、まだいける、まだいけるって言いながら正直もういけへんと思ってる。まあやりましょう。持ちメダルないです。投資65本、残り時間2時間、完全絶望ですね、はい、絶望的状況です。もうマクルスベア絶頂ドリーム入れるか超プレジェントボーナスを引くか、ケイシローダンスで500乗っけるか、この3つしかないです、はい、CTなら一撃300ゲーム乗せ、もうそれぐらいです。もうあとはもう全部無理です、時間的にも。はい、集合格2回目100円かなし、チップもなし、集合格が2回目ってことはあなた4ですか。まあまあまあ分かんないですけど、自分が打ち始めてからピザは出てないです。おうし、ランプペカりました。チャンス目、チャンス目、そうですか。30ゲームちなみにめちゃめちゃ振り分け薄いっすよ、実戦上。30ゲームの振り分けと50ゲームの振り分け、おそらく一緒だと思うんですよね。初代サラリーマン番長もそうだった。あえて無言で回しましたけど、危ない。残り160ゲーム、まだ足らん、まだ全然足らんから、まだ足らん。とりあえず1名は取り留めそうです。 OK、 82ゲーム待てるの、ゲーム数はそのままです。おーいや、まだ外れるんですよねこれ。85% かな確か。あ、まあたまに外れます。これ6ゲーム目、弱いぞー、やばい、外れる。 OK、 天国チャーンス、押し込め。つながった、青ディスクいけるぞ、まだ多分まだいける。こいつがもし超プレジデントとかエンブレムならいけるな。ああ、まだいける。一応天国の時の3分の1で青ディスクですね、実戦上。だから今回天国選ばれてて、まあ、オディスコン持ってきたって感じです。おえー、ライトクルー105ゲームから煽ってたんで、ワンチャンヒスタシーとかない。一応青ディスク出てきてるんでね、エクスタシーの可能性は若干ありますよ。チャンス目で一回爆連してるし、ここで連絡引いたらもしかしたら分かるかもしれない。ショートかロングかどっちかまず分かんないです。トランク引いた、問題は中身による。あ、
そもそもループすら取れてないやつ。ループ取らないといけないんで、まずエクスタシー中そんなポン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 カモンループ飛んでくるもんじゃないんで、もう一発 80% 以上のカモンループ持ってきたら、さすがにない、さすがにエクスタシーいると思いますけど、エクスタシーモードはここのランプ基本青色になるんですけど、内部的にエクスタシーで潜ってる場合があるんで、まだわかんない。出目がわかりやすく、さあ、いきます。レーク、いやデフォルト、はい、トドロケドリームなんで保留隠しを使います。はい、奥義保留隠し、みんなも見えるバージョン、あー多分見えると思う、自分見えないんで、ほら見えるっしょ、自分見えないっす。珍しいガールズパネルの3人同時、ただね赤パネルがないんすよ。レアクナイス、トランクめっちゃ不安定、おおやば、ちょっと待ってこれは外します、ごめんなさい。最強チェリーか強チェリー、もうめくっちゃったんですけど、この時点で実戦上最強チェリーは強チェリーです。だから保留変化めちゃめちゃいい抽選受けれます。いやー強チェリーか、はい、赤パネルがないよ。でまた隠します。めちゃめちゃ保留とレア役の引きはいいんですけど、圧倒的なパネルの弱さただただ上乗せしてるだけ。いきます、赤パネルがねー、ナイス、まだまだ終わらんやろ、もう黄色ばっかナイス、やーっと赤パネル来た、一番左下一気に60パー期待度、赤パネル2枚ですね、やっとこれからや、まだランは80パー期待度、やっと始まってきた、もうちょもっそもっそ、ありがとう、まだまだ行くぜ、大丈夫、ナビポン、 OK、なんて言ったって保留隠しだからな、レンジャーが怖くない。よし、赤パネルがやっと2枚になった、まだまだ行くぜ、 OK、 やっと赤パネル3枚、そろそろ大技やりたい、 OK、 赤パネルから大技ゲット、60% でグラビティですね、 4% ぐらいでザスタンド、ゾンビ来たー、これは外します。だから4割ぐらいで、アンデッドパーティー選ばれるんで、で目が赤くなれば100ゲーム以上、海岸チャレンジ光らない、デフォルト、うわーシナリオも一番悪いですね、真ん中に1枚だけ50、これ一番弱いです。でもこれ疑似遊戯なんでもう決まってます、抽選はどこまでいくか、ここまで保証、まあまあまあ、だいたいこうなるんですけど、いきます、やっとカモンパネルやっときましたね、オッケー、いきます、カモンパネルある、まだまだいくぜ、よしカモンパネル下段に2枚、アンダーはあるのか、果たして
まだまだ行くぜ。やばい、チャンピルズのナビなしはもう、チャンピルズのナビなしはだいぶ危ない。耐える、さすがやな。どんだけ、あ、ロリーナビなしもだいぶ危ない。さすがにね、はい、もうデンジャーまみれです。で 11% ちょいで復活ですね。ボタン出ない。ここでプッシュボタン出て継続するパターンもある。あー、だいぶパネル育てたんですけどね、残念。260ゲーム、いいえ、十分でしょう、十分でしょう。あー、耐えたー、撃退なんすけど死ぬかと思った。全然余裕で平均のゲーム数は超えてます。平均はなんて余裕で超えてる。やっぱ保留隠しなんすよね、マジで。保留隠ししか勝たん、マジで勝たん。いや、あのヘイナビは熱かったな、ドデカヘイナビ、だいぶ熱いです。あの、全然あれから最強チェリー飛んでくることあるんで、ダンス中の最強チェリー成立で、青ディスクプラス保留変化って感じですね。だからだいぶ熱いです。あと2時間ない、あと2時間ない、あと1時間半無理だねこのままずっと出続けたらまくれます。出続けなかったらもう負けです今日。さあ行こう、赤色のディスクジャッジメント。いやー、デフォルト、おー、マジかー。ケンシロダンスでトドロケドリーム取りました。そうかそうか、クールに行こうか。いやー、まさか赤ディスクからも取るとはね。 40% ぐらいですね、 40% ぐらい。まだまだ行くぜ。とりあえず大技1回をやろう、上段の左から2段目に赤パネル、もうとにかく大技がやりたい。ついに赤パネルがなくなったまだまだちょっとためよう、パネルを強化せんとこのままじゃ大技ができん。よし、右下に赤パネル来ました、欲しいな。まだな、 80% 期待度。よし、右下カモンパネルに変わりましたね。まだまだいけるぜ。あぶねーヒヤヒヤさせやがる。とりあえず大技やりたい1回は。アンダーがこんな、サージでもいいぞ。よし、アンダー来た、オッケー。あー、カモンパネル突破して出てくるのはゾンビ。よし、これで1回でいいか、虹に光らせてみたいんですよね。虹に光ったら300ゲーム以上いきます。いやー、光らん、目は光らない。シナリオはいい、2段目全部50、頼む目光ってんのがすごく不安。ベリー、やばい、これ保証終わってます。オッケー、こっから全部50。まあ80ならデンジャー見えてんだよな左にデンジャー見えてんだよな。知らんわそんな。オッケーよーし、右上にカモンパネルじゃなくて赤パネルがある、あれ取りたい。よし、サージサージ、よし、冗談かこれ。まだな、 80% 期待だ、大丈夫。サージ欲しいな。うわ、赤パネルが3枚もある。
まだ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 。サージが欲しい。うーわ、左右真っ赤っか。まだな、大丈夫。パネルが育ってきたところで、はい、もうほぼ外れ近くです。 11% ちょい。プッシュボタン出ない。このパネルの豪華さよ。復活したらマジ壊れます。まあよし、まあよし。170ゲーム、ケンシローダンス、また平均以上取りましたね。2000枚オーバーやりました。明日静岡で収録なんですけれども、ここ浜松なんで9時半までには出ないといけないんですよ。で今時間が、8時50分、やばい。あと40分以内に終わらせんと、ちょっと大変なことになる。頑張って。ただあと1000枚で逆転なんですよね。いやー、さすがに厳しいな、1000枚は。さあ、取り切ります、取り切りますというか、これでもうゲーム数全部消化終わりますね。いやー、終わった。ただ500ゲーム超えてるんで、500ゲームおめでとうディスクがもらえます。継続します。ここでまたまずあー、はい、あー、これ珍しい。継続画面の2545枚、いいっすね。これで赤ディスクがもらえますね。赤ディスク。さあ、だ結局エリートサラリーマンなんですよ。はい、ただこの台の挙動的になんですけど、直撃一回もしてないらしくて、結局自分も一回もしてないじゃないですか。で引き戻しもないらしいんです。で弱チェ当選もないらしいんです。自分もないじゃないですか。呼んじゃねっていう。で結局自分打ってる時ピザ全然出なかったんで、で結局何千ゲームの終了画面も、何千ゲームの終了画面もトランプ止まりだったんで、もしかしたら4かなっていう感じはしますけどね、今のところ。ただこの台のサマイ数でいうと結果的に3700枚ぐらい出てるんで、やっぱだいぶやれてます、だいぶやれてます。さあ、長い長い AT が終わります。よう出たよ、ほんまによう出た。信じられへん、もう、まあ、ケンシローダンスに、ケンシローダンス2発が強かったっすね、マジで。はい、2809枚で、まだまだこれ引き戻し成功し、引き戻し成功したら勝ちです今日。熱い。まだ足らんな。大地選手我慢。まずい。オッケー、大地選手我慢。この時点だいぶ熱い。一人はもう大丈夫やって。勝ちました。はい、引き戻し成功。これでサマイスっていうか持ちメダルが3000枚超えるんで、勝ちました、勝ちました。あっと、逆転したで。まあのサマイス投資が65本なんですけど、一応46貸しなんで2990枚投資ですね。12時間かけて3000枚入れて3000枚出しました。プラマイゼロです。
パッスローはこの比率気がたまらんのと最後の最後まで諦めたらあかんってことやで。ほんまにやばい、想像以上に順増遅くてまくられへん。あ、やばい、引き戻しある。今即前兆選ばれてるんで、引き戻し前兆のゼロゲーム前兆が選ばれてますね。多分激アツです。1回だけ外したことありますけど、めちゃめちゃ熱いです。めちゃめちゃ熱い。これだから引き戻しか、まあ天国の可能性もあるんですけど、ゲーム数的に違うんで、これ引き戻しの前兆です。熱いエスコないんですけど、オッケー、また1回でスタート。これも熱いです、単純に熱い。外れることはありますけど、オッケー。ああ、まくれる。行き戻し、さあ一撃3000枚突破ですね。よういったで、ほんまにようい、ったで。感動するわ。3000枚オーバー、完全にまくりました、完全にまくりました。でもう終わっていいんで、はい、もうちょっとマジでやばいんで、はい、終わりです。166枚。ちょっとね、申し訳ないけどもう終わります。申し訳ない。マジで時間がないんで。これで終わります。はい。ということで、今回の実践データがこちらになります。諦めなければ、その先は夢が広がってるんで。うん、打てる時間の範囲内でギリギリまで追ってみるのはありかもしれませんね。こうなるかもしれないんで、そんな感じで明日も静岡で収録なんで、これで実践終わりたいと思います。やっぱ鏡は面白い。お疲れ様でした。さらば。はい、ということで本日はデータも紹介ですね、やっていきたいと思います。でまずは番長ゼロからですね、番長ゼロめっちゃ出てますね。あの角に角さんがもう回数90台いってるんで、もうこれはもう間違いないです。完全に小ゼコロですね。93回、これやばいわ。多分だいぶいただきうまかったんかな。出てます、これはやばいですね、はい、回数122回、いただき18回、56です。結果この台が自分受けた台なんですけど3800枚、この台がやばい、5700枚、めちゃめちゃ出てる。こっちの鏡は4600枚、ここも2000枚2000枚で、まあ、全体的に悪くはなさそうでした。SAO もやばいんですよね、ここ。まあ、A ロー入れて一撃なんですけど、4000枚、5900枚と、めちゃめちゃ厚当たりも軽くて良さげでした。この辺の AA も悪くはないんですよね。しっかりボーナスは引けてるんで、ここも。悪くはない。右角と真ん中5000枚ぐらい出てるんで、厚当たりもめちゃめちゃ軽い。おそらく全6です。ここも多分全6はあるんじゃないですかね。3台とも回数付き方おかしいんで、厚当たり26回とかなんで、ここもさすがにありますね。